はい、続いてシャツの紹介です。品番が AS100 ですね。こちらの、シャツに関しては、イラストをですね、カナダのイラストレーターさんですね、ベンジャミン・T・ストーンさん、こちらの方の、カタログの表紙、2シーズンにわたって、展開をしてくれた、イラストレーターさんなんですが、この方に、シャツのデザインをお願いいたしました。一応こういう感じで、こういう配置で、シャツを作りたいんだっていうお話をさせていただいて、いろいろなこう案を出し合いながら、制作したものです。一応元になる、ヴィンテージのファブリック、図案っていうのもあったんですが、そこからもうちょっとブラッシュアップをして、モチーフもガラッと変えて、展開をしております。一応ピーコック柄ですね、クジャクの羽とクジャクの頭、イメージをちょっと配置をして、フロントだけストライプに配置をしているという感じです。で、背中は無地ですね。はい、一応こちらの方が色展開として、2色展開、こちらの方のボディに着ているのがベージュカラーで、もう一色が、こちらのグレーね。はい、この2色展開になります。で、ボディの、シャツ地の混率なんですが、コットンリネンですね、リネンが少し入って、ちょっとこうかすれ感というか、を表現しております。まあ、夏にはちょうどいい、素材なんではないかなと思います。こちらの方もワンウォッシュ納品になりますので、大きな縮みっていうのはないと思われます。まあ、天日干しですね。はい、天日干しでのワンウォッシュという形になります。で、こちらの方についているボタンが、ウッドボタンですね。本物の木です。木のボタンで、ベージュの方はこちらの方で、グレーの方はこういう形でウッドボタンを使わせていただいてます。はい、こちらの2色展開ですね。